我々が心がけたのは、この120億弱の売り上げの中で、やっぱり誰がキーマンなのか。で、公共化ゆえに、この見なくても分かる部分であるのと、そこのメリハリを明確に設けて、今回はですね、なんと、東証グロース7095、マクビープラネットの千葉さんにお越しいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、千葉さん、はい、ニュースびっくりしました。ありがとうございます。もう出るまでずっとドキドキですよ、僕も。あ、そうなんですか。実はちょうどこの前の動画で上がってると思うんですけど、元ネットマーケティング創業者の宮本さんが、まあ、話された内容じゃないですか、はい、実はその動画を収録した翌日2日後にこの撮影をしてるんですね。あ、そうなんですか。はい、そう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 。で、全くこの話一言も知らなかった、話してくれなかったんで、逆にちょっとびっくりしてて、はい、今からめっちゃ楽しみなんですけど、はい、いろいろちょっと深掘りさせてください。あ、はい、わかりました。よろしくお願いします。で、今回なんですけど、皆さんもご存知かと思いますが、ネットマーケティング社を TOB してベインキャピタルが買収しましたと。で、それがニュースリリース出たと思うんですけど、実はその、事業のお見合い事業とマッチング事業とウェブマーケティング事業があって、このウェブマーケティング事業をマクビープラネットさんが今度は M&A で買ったっていうことですよね。はい。で、そこについてちょっと今回聞いていきたいと思うんですけど、まずその前に、御社の一応説明、もうちょっとお願いしてもいいですか。はい、そうですね、マクビープラネットは、2015年の8月に創業した、ウェブマーケティングの会社です。で、やっている事業に関しては我々だと LTV マーケティングっていう、名前をつけて行ってるんですが、シンプルに言うと成果報酬型のウェブマーケティングをやってる会社です。で、2020年に上場した、会社で、それ以降も、大体 40% ぐらいの成長を続けている、会社になってます。あ、なるほど。ウェブマ、ホームページ見ると、アナリティクスコンサルティングっていうのと、マーケティングテクノロジーって2つあるじゃないですか。まあ、基本的にそのウェブ周り の, そのコンサルティング集客支援みたいな感じ。はい。ということなんですね。はい。アナリティクスコンサルティング事業が、まさに今回のマーケティングとバッティングする事業。マーケティングテクノロジー事業が我々独自性を持ってやってきた事業、テクノロジーを活用しながら、ウェブの、集客の最大化、効率化っていうのを図っている事業になってます、なるほど、なるほど、分かりました。早速ちょっと聞いていきたいと思うんですけど、はい、どういう経緯でそのまずきっかけはあったんですか。僕たちまず目をつけたのが、去年、22年のだいたい 2,3 月ぐらいなんですよ。かれこれ1年ぐらい経ってるんですけど、ネットマーケティングって事業の規模に対して株価が安いなっていうふうに思っていて、はい、まず市場で株を集め始めたんですよなるほど、面白い、はいはい、で毎日毎日板を見ながら、だいたい 8% から 9% ぐらい、株を取得してます。なるほど。ちょっと聞きたいんですけど、その時って大体その同じ業界っていうか、そういう業界で上場されてる社長さんってつながってるじゃないですか。はい。なんか仲いいか悪いかはちょっと別として、間接なんか誰かが大したつながるか直接つながるケースが多いと思うんですけど、そういうケースってやっぱ一言メッセージ送ったりするんですか。大量保有を出す前のタイミングで僕は、先方にお伝えしてます。直近で出しますっていう話を。ただ買い始めたタイミングでは一切言ってないです。もともと面識があったんで、そう、正式大量保有出る前にメールで、公式文章としてお送りしたって感じ。どんな感じですか。ちょっと多分僕の印象ちょっと記録するが薄く、ご返信いただくまでにですよね、はい。で、これってどういうことなのみたいな感覚でご返信いただいて、まずは、お会いしてお話しましょう、そんな流れになります、はいはいはい、そうっすよね、そうっすね、はい。で、それから どうやって話をこう詰めていくんですか。で、それ以降だと、いや、実はお見合い事業を、狙っている人がいる、そんな、話を聞いてですね、誰なんだろう、誰なんだろうっていうところを、まあ、探っている中で、あ、ベインさんがお見合い事業を狙ってるんだ、でも間違いなく広告事業は狙ってないだろうなと思ったんで、それぞれ分けて
M&A するっていう可能性はあるんじゃないかと思って、変な話、御社じゃなくてもやっぱ違うそのウェブマーケティングをやってる会社さんにもどうですかみたいなのをな投げそうな気がするんですけど、多分投げてれるような気もするんですけど、その中で御社が勝ち取った理由っていうのはなんか どういうなぜなんですか。結論言うと、マクビープラネットの事業とネットマーケティングの事業がかなり近似してる領域で、ネットマーケティングの広告事業がさらに伸びるっていうことを考えたときには、そこにいる人たちがさらにこう活躍していく、成長していくっていう観点だと、マクビープラネットが最適だからっていうところに尽きる。事業シナジーが圧倒的にあるってことですね。で、他にマクビープラネット以外にウェブマーケティングの会社が実はネットマーケティングの株主にいて、例えばハクフォードグループのアイドルであったりとか、あとはアドウェイズであったりとか、そういう会社も、株主にいたので、おそらくこういう会社さんたちも、候補だったのではないかなとは思っています。なるほど。じゃあそこで手を挙げて、じゃあマクビーさん、事業シナジーありそうですねみたいな、で千葉さんも、確実にこれはあるなっていう確信を得てる。でなんかリリース見ると人数でいくと56名ぐらいでしたっけ、人数は。はい。で、事業規模が100 120億弱ですね。120億弱、 すごいっすね。なんかその人数でその規模やってるって。でもなんかそう聞くと、なんかそのある意味その優秀な人たちが集まっていて、人が抜けると売り上げももしかしたら減っちゃうんじゃないかっていう、よくそのウェブマー領域である人に依存する問題あると思うんですけど、その辺もちょっとありそうだなと思ったんですけど、その辺どうなんですか、どうだったんですか。我々が心がけたのは、この120億弱の売り上げの中で、やっぱり誰がキーマンなのか、でこのキーマンが僕たちと一緒になった時に本当に受けてくれるのか、でこれって結構肌感に近いところあるんですけど、もう肌感をこう確かめながら、でその人たちもマクビープラネットと一緒にやることにメリットを感じれるか、そこを一番大事にしましたね。そこを教えてほしいんですけど、ちょっとドロドロしてるところかもしれないですけど、千葉さん、どういうふうにその人に、どういうふうにこうケアしていったんですか。そうです、マクビープラネットグループに入った時のメリット、僕たちが目指している世界観っていう話を、何度も何度もこうお伝えし続けるっていう感じと、あとはキーマンの方と、お食事をさせてもらって、僕たちってこういう人なんだよ、事業プラスなんか人となりみたいなところでアプローチをしてもらったんです。なるほどですね。差し支えなければなんですけど、そこになんか金センティブな、例えばストックオプションとかそういうインセンティブとかも あるんですか。でそういう話もされたのか。リアルはインセンティブは用意してます。ああやっぱり、はいはいはい。でそれがじゃどういうふうにこう機能してくるのか、働くのかっていうところは、この後ちょっとお話しする中でクリアになってきたかなと思ってます。なんか分かんないですけど、本人に聞いてみたら分かんないですけど、なんかどんな感じなんですかね。例えばその競合にまず行って、それがいきなりそのファンドに、米国のファンドに、ドラスティックなファンドに移るっていう風になって、でその後またその今まで戦ってた先の方に移るって、結構波乱万丈ですよね。そうですね。で気になるのが、そのデューデリってどうやるんですか。なんかそれってベインさんがやるんですけど、結局ベインさんからまた御社に譲渡するから、実は御社にもそのデューデリ要請が来てて一緒にデューデリやったのか、はたまたそのデューデリ終わった後にまた御社のデューデリがあったのか、ダブルデューデリだったのか。ダブルデューデリですね。もう一旦デューデリが終わってる状態で、で今度ベインさんが株主になってるネットマーケティングの広告事業だけを僕たちはデューデリしてるって感じです。なるほどね。なんかそのちょっと今現場のことを思うと、なんかデューデリ疲れしそうな感じがするんですけど、はい、それはどうだったんですか。いや間違いなくデューデリ疲れしてると思います。だって実際に6、7月ぐらいにベインさんのデューデリを受けて、僕たちがデューデリしたのって、去年の11月、12月なんですよ。はい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 。6、7月に一山来て、ちょっとほっとしたというか、落ち着いて、もう一回山が来るんで、めちゃくちゃしんどかったと思います。そのハレーションみたいなのはなかったんですか、逆に。御社には多分ないでしょうけど、
皆さん、ご対応いただいていて、スピーディーに対応いただいてるんですけど、やっぱり資料の量もあって、こう疲れてる感じというか、間違いなくパンパンだったなっていう感覚はあります。そこってその買収する側の社長としてどういう、こうケアを心がけたっていうの、もし何かあれば教えてほしいなと思ってまして、同業だから、で同業がゆえにこの見なくても分かる部分ってあるのと、でなおかつ出しづらい部分っていうのもあるので、そこの、メリハリを明確に設けて、ここは絶対欲しい、ここは正直言って感覚的にも分かるので、ここは資料提出を遅らせてもいいですだったりとか、ここはなしでもっていう話は明確にしてます。その due diligenceの項目の中でってことですね。ここはだから、はい、細かくやろうと思うとめちゃくちゃ大変だから、ここはもう同じ業界だし分かるからいいよみたいな感じ、そういうことですよね、はい、そうです。あー、なるほどなるほど。まあそうですね、正式に多分昨日ですかね、まあリリースが出て1月の25日でしたっけ。はい。でその実際今現時点ではどんな雰囲気でどんな感じなんですか、社内の組織とか、そのネットマーケティング社が来たメンバーとかは。まだ、直接幹部であったりとかメンバーの方、個人と接触してないので、まだ状況分かんない、で、今日明日ぐらいから接点を持ってコミュニケーションしていこうと思ってます、なるほどなるほど。ただあれですよね、言えるのはこれ多分相当大変だったと思うんですけど、なんかそのマーケット的にはめっちゃポジですよね。だってそんだけ M&A の過程を知ってる人ってなかなかいないから、今の時代ね、どうなるか分かんないじゃないですか、 M&A で、大変だったと思うんですけど、僕のなんか勝手な僕から見るとなんかいい経験なんだろうなと思って、コメントにそんなことねえよとか書かれてちょっと困りますけどはい、まあ、でも結果的にそう思います。価格交渉は、はい、結構長期間やってたかなと思っていて、利益率の違いといったところが、まあ、我々のテクノロジーによるものだというところをご説明差し上げて、会計士から CEO を目指す人向けの何かアドバイスってあります？そうですねなるほど。今すぐ会社を売却する予定がなくても、ぜひサロンに入ってM&A、 そして IPO を勉強しませんか？将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。